ジミー・バフェット、ジミー・バフェット、ジミー・バフェット、1946年12月25日体は、アメリカ合衆国ミシシッピ州、パスカグーラ出身のアイランドエスケーピズムライフスタイルと音楽で最も有名な歌手、作曲家、作家、映画監督。本名ジェームズ・ウィリアム・バフェット、ジェームズ・ウィリアム・バフェット。代表曲には、マルグリット・ビル、カム・マンデー。 パラトヘイズなど。彼のバンドは、コーラルリーハーバンドとして知られる。音楽面以外での経歴として、ベストセラー作家であり、代表作である歌から名付けられた二つのレストラン、チーズバーガーインパラダイスと、マルガリータビルが有名。ジミー・バフェットのマルガリータビルと名付けられた、カフェレストランはラスベガスなどのアメリカやメキシコ、カリブなどに多数、店舗展開。また、 OSI レストランパートナー、アウトバックステーキハウスの生みの親と、パラダイスレストランのコンセプトのもと、チーズバーガーインパラダイスを共同開発。これは、バフェットとライセンス契約中でチェーンを運営している。妻のジェーンとの間に二人の娘、サバンナ・ジェーンとサラ・デ・レーニー、息子、キャメロン・マーリーがいる。ジェームズ・デ・レーニー・ JD、バフェット・ジュニアとメアリー・ロレーン・ピーツ。 バフェットの息子として生まれ、モービル湾の東部湾に育つ。1964年、アラバマ州モービルで、マギル研究所高校、現在のマッキル・トゥーラン・カトリックハイスクールを卒業。ミシシッピ州のハティスバーグにある、オーバーン大学と南部ミシシッピ大学で学び、1969年に歴史学士号を授与。この大学時代にギターを演奏し始める。 オーバーン大学で、シグマパイ、シグマパイのうち制約であるけれども、彼は南部ミシシッピ大学で、UI、カッパシグマ、シグマに引き入れられた。彼は、モービルのスプリングヒルカレッジで、最初の妻マージはシシェックと結婚した。大学卒業後は、テネシー州ナッシュビルのビルボードマガジンの通信員として、数年間働いた。1960年代後半、 カントリーアーティストとしてにテネシー州ナッシュビルで音楽のキャリアをスタート。1970年には最初のアルバム地球へのフォークロックダウンをレコーディングする。この間、バフェットはニューオリンズで観光客のために大道芸をしているところをしばしば発見されている。カントリーミュージック歌手ジェリー・ジェフ・ウォーカーは大道芸をしている探検に関して彼をキーウェストへ連れて行った。 バフェットは、それからキーウェストへ引っ越して、彼が有名である、落ち着いたビーチで過ごす人物を確立し始めた。この後、バフェットは時々、カントリー、フォーク、ポップミュージックを熱帯女上視聴のテーマと結合させた。バフェットの3枚目のアルバムは、1973年の A、A ホワイトスポーツコーツとピンククラステーションでした。ハバナデイドリミンは1 9 7六年、 ラタトゥーズで1977年のチェンジズが続く、年にアタトゥーズのチャーナスのように見えました。そして、それは飛躍的なヒットソングになった、マルガディータビルが含まれていた。1980年代の間に、バフェットは彼のコンサートツアーからアルバムより、はるかに多くの金を儲け、人気があるコンサートとして知られていた。彼は次の20年の間に一連のアルバムを、 発売し、その上、著作本とマーチャンダイジングに分岐させた。1985年に、バフェットは、キーウェストのマルグリットビルレストランで、最初の店を開店し、そして、マルガリータビルに、新しい歌詞性と生命を持ってきた。柄にない2枚のアルバムがある。ホリディソングコレクションの、クリスマスアイランドと、パラキッツ子供たちが収めされた歌詞で、バフェットの曲を歌う。 冷たい生ビールの代わりに、冷たいルートビアが好きにしてくださいを含んでいる。1997年、バフェットが、ハーマン・ウックの小説に基づく、つかの間のミュージカルを作成するために、小説家ハーマン・ウックと協力したこと、ストップカーニバル、ブロードウェイは劇に対するほとんど関心を示さなかったので、その代わりに、フロリダ州マイアミで6週間公演が行われた。 1998年にミュージカルのサウンドトラックをリリースした。2003年、カントリー歌手のアラン・ジャクソンとデュエットで共演した。その It's Five O, クロック・サムウェアはカントリーチャートのナンバー1に立った。2004年にアルバム、ライセンス2チルが7月13日にリリースされ、ニールセンサウンドスキャンによる発表では、発売1週間で238,600枚が、 売れ、バフェットの30年にわたる経歴で初めてビルボードのポップアルバムチャートのナンバー1に立った。この年、マサチューセッツ州ボストンのフェンウェイパークでコンサートを行う2人目のミュージシャンになった。バフェットはパラダイスレストランでマルグリットビルカフェとチーズバーガーを所有している。彼は野球が好きで2つのマイナーリーグチームの所有者だった。 フォートマイヤーズミラクルとマディソン・ブラック・ボルフ。彼のレストラン、アルバムセールスとコンサートツアーで彼は1年につき約1億ドルを稼ぎ出している。2005年9月、バフェットはイリノイ州シカゴの本拠地、ビグレイ・フィールドでコンサートを行う初のミュージシャンになりました。2006年8月、アルバムテークザ・ウェザー・ウィズ・ユーをリリース。このアルバムの上で、ブリーズ・イン。 ブリーズアウト、ムーブオンは2005年に発生した、ハリケーンカトリーナに言及している。同時にシルバー・ウィングーズの彼の解釈で、エムハガードに敬意を表して、ウープでドゥーアップでマーク、ノップラーと共演している。バフェットが発売した30枚以上のアルバムのうち、2007年10月現在、彼は8つのゴールドアルバム、9つのプラチナム、またはマルチプラチナムアルバムを獲得した。 2003年、カントリーミュージックアソシエーションアワードをアラン・ジャクソンと共演した、It's Go! クロック・サムウェアで初めて受賞した。2007年、アラン・ジャクソンとジョージ・ストレートと共演した、ヘイ・グッド・ルッキンが CMA のイベント・オブ・ザ・イヤー・アワードにノミネートされた。バフェットは3作のナンバー1ベストセラーを書いた、Tales from m a ッ g ビ r、er、t v i l l e と Where is Joy Mar と、 両作品とも、ニューヨークタイムズのベストフィクションリストで7ヶ月以上ヒットした。また、a p y l a ツ・ル l u x a t 5 0は、ニューヨークタイムズのベストセラーノンフィクションリストですぐさま、ナンバー1となった。これは、歴史上で、フィクションとノンフィクション両方ナンバー1に輝いた7人の、うちの著者の一人となった。これを達成したその他の人物は、アーネスト・ヘミングウェイ、ジョン・スタインベック、 ウィリアム・スタイロン、アービング・ウォーレス、ドクター・スースとミッチ・アルボムの6人。長女・サバンナ、ジェーン・バフェットと、バフェットも2冊の子供向け本をリリースしている。ジョリー・マンデーとトラブル・ドールズを共同で書いた。元のハードカバーでは、物語を読んでいるバフェットとサバンナのカセットテープが、含まれていた。ジョリー・マンデーでは、バフェットとマイケル・アトリにより書かれた原譜がついた。 彼の最新作の本、a s o r t ィ・ Piece of ド a n d は2004年11月30日にリリースされた。そして初版本では同タイトルの DVD シングルが同梱された。この作品はリリース後すぐにニューヨークタイムズのベストセラーとなった。バフェットは2006年の映画フット、共同制作のウィルシュライン監督の指示によってカール・ヒアッセン作の本に基づいてサウンドトラックを書いた。 映画は商業的に大失敗に終わった。束の間の1993年 CBS テレビシリーズジョニーバゴのテーマ曲を書いて演奏した。その上バフェットはいくつかの出演をした。それはレポマン、フック、カップ、コンゴとフロムザ、アースツーザムーンを含んだ。彼が映画音楽を書いたランチョデラックスでは、そして FM の彼自身として 出演をした。伝えられるところではバフェットは映画パイレーツ・オブ・カリビアンでのキラリと光るブラック・パールのカース役を出演オファーされたが断りました。2006年、バフェットはランドシャーク・ラガーと呼ばれているマルガリー・タビル・ブルーイングラベルの下で彼自身のビールを生産するために会社を作っているアンホイザー・ブッシュととも協力プロジェクトを起こした。ビール瓶のラベルは サメヒレが特徴となっている。2007年6月、ハラスエンターテインメントと協力して、ミシシッピ州、ビロクシ、パスカグユラの彼の出身地から遠く内で、マルガリータビルカジノリゾートを建設する計画を発表した。2010年春に完成する予定で、全798室、フルサービスのスパ、カバーナによるプール、デッキ域と熱帯に増援に従事することを、 特徴としている。マルガリータビルとチーズバーガーインパラダイスレストラン、マルガリータビルカジノリゾートに頼っていたが、ランドシャークラージャーと共にバフェットは、マルガリータビルテキーラ、マルガリータビルシュリンプとマルガリータビルフットウェアを認可した。2006年のローリングストーン氏の記事によると、バフェットは歴史上7番目にお金持ちのロックスターと発表された。 2006年単独で彼のシアター形式のコンサートツアーは4、100万ドル以上を稼ぎ、マルガディータビルレストランと店は1、500万ドル以上を稼いだ。そして彼のシリウスサテライトベンチャーではバフェットは1ドル2.5ドルの標準と比較して売られる記録につき5ドルまで印税を得た。彼は多くの事前事業に関与していた。1981年に ザ・セーブ・ザ・マナティ e m a は、バフェットと前、フロリダ州知事ボブグラハムによって創設された。このクラブは、世界の主要なウウシ維持運動。1989年、法律は、ウミウシを保存することが食器を認可すると、とても自己紹介される、フロリダ州で可決され、資金をウミウシ保存のために確保した。シンギングフォーチェンジ基金は、 最初にバフェットの1995年のコンサートツアーの収入によって資金を供給され3つの主な地域で補助金を地元の事前団体に提供している特権を剥奪されたグループのための子供たちと家族原因、環境と原因2004年11月23日バフェットはフロリダ州オーランドで行われた彼のセルバイビーム ザストームハリケーン救済コンサートで340万ドルを集めた。4つの大きなハリケーンカトリーナに影響を受けたフロリダ州、アラバマ州とカリブ海でハリケーンの犠牲者に安心を与えるため1年で彼が50万ドルをハリケーンカトリーナ基金に寄付した。その上、多くのパラトヘッドクラブ活動は事前事業に集中している。しかし、 バフェットは彼らと直接親密にはならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。